はいどうも、ダーウィンです。今回もよろしくお願いします。前回ですね、なんとか試練の方を3つクリアしまして、そしていよいよですね、天眼山の方に向かうというミッションをもらいました。島星隊長はかなり実はめちゃくちゃいい人だったっていうのがね、分かって感動したっていうのが、本当にいい経験でしたねっていうところで、はい、もうね、村人たち全然ミッションこなしてないんですけどもね、ちょっとみんなから白い目で見られてたのがちょっと傷ついてる感じですけどね。ムベさん本当にもう最初からちょっとわだかまりがある感じなんですけどね。あれ喋れないのかな。あ、喋れる。よそ者と仲間、その違いはなんじゃろうな。今そんなことを言うようになって、なんでしょうね、気持ち一つですよね、この辺に関して言うと。受け入れようか受け入れまいかっていうところで、まあ人によってね、そういうところが変わってくるっていうところですね。器のでかさというかね、はい、まあ序盤のことからぐちゃぐちゃ言ってる僕なんか結構器が小さい人間かもしれないですね。はい、関さん、ヨーダーウィン、カイは天眼山に向かったぜ。こっちはどうよ。天眼山だ。みんなで行くのか。いや、いよいよですね。ああ、天木の旦那、もう山登りを始めたのかよ。重厚に見えて案外せっかちだぜ。まあ時間を大事にするのは悪くねえか。わかった、俺が追いかける。男気あふれる感じ。ほんと関さんイケメンよね。ダーウィンがいきなり顔を出すと揉めかねないだろ。お、分かってるな。空気の読める男、関さん。さあさあ、時は急げってな。善は急げじゃないんですもんね。でも本当にせっかちな感じというか、時間、時の番人というか、騒がしいな。あ、ちょっと違うね。騒がしいな。みんなね、本当にみんな思うことがあるんでしょうけど。お、なんだ、普通の人か。あんた追い出されても村のために調査をしていたんだろ。ああ、そうだ、そうです、そうなんです。汚名を晴らすため、まあいろいろあるんですけど、みんなのためかどうかは置いといて。そうですよ、ダーウィン、あ、それ3はつかへんだね、翔ちゃんはね。そうですよ、ダーウィンはみんなのために赤い鎖を見つけたのですから。そうですとも、調査隊は村の皆さんのため、そしてポケモンと仲良くできるように彼らを調べているのです。ラベンさん、ありがとう、これあげる。優しい。何くれんの、ボングリか。元気の塊出た。なんでそんな今持ってんだ。すべてを回復するというね、すっげえいいアイテム。いや、嬉しい、ありがとう。なんかこう口が動くのすごいいいですよね。何か声にならない言葉というか。島押し隊長、三つ命令する。はい、何でも聞きます。一つ、山頂ベースから神王神殿に向かえ。ほう、そんなとこにあるのか。二つ、赤い鎖にて事態を収めよ。三つ、無事に帰還せよ。白はまだみたいな、全員生きて帰れみたいな。あの08正体ってね、ガンダムの、やつですね。はい、一番好きなガンダムですね。はい、というところで EG8 ってね、ガンダムかっこいいですよね、あいつ。なんか、お聞きしましたよ、
銀河団に復団なされたとか。そうなんですよ、ウォロさん。ウォロさんのおかげですよ、本当に。おめでとうございます。こちらお祝いの満タンの薬です。マジでウォロさん超いい人。なんでこんなにいいことしてくれるんだろう。なんか企んでんのかな。笑顔の先に何があるんだろう。満タンの薬を3個、ありがたい。いよいよですね。大丈夫に決まっています。あのようなロークを重ねて赤い鎖を授かったのですから。授かったのだけど結局何なのかはよく分かってないんですよね。うん。おお、こんなにでかくなってるんだな、改めて見ると。関さんも海さんも山頂に向かわれています。どうやって行くんだろう。ダーウィンさん、ご分をお祈りしておりますよ。お得意様がいなくなるのは本当に困りますからね。はい、頑張ります。山頂ベースを拠点にするとか。自分も神殿の近くに行こうと思います。なんでそこまでして。モロさんはでもちょっと疑惑があるんですよね。あの本当に胃腸障害の人間かどうかみたいなね、ところで。ツバ久しぶりだな。大ごとになっているようだね。何かあってもツバキがいるよ。応援だけはしてあげよう。あ、うん、ありがとう。いやー、いい顔するな。なんかあんな嫌なやつが応援してくれってなんかちょっと嬉しいですよね、やっぱり。なんだかんだね。そのまま行けばいいのかな。あ、一応でもちょっと会話というか、あ、ポケモン見つけ、あ、そうだそうだ、前回親分の3匹ですね、捕まえてました。これを使っていった方が、うわ、すっげえ値段、こんな高い値段になるの。報酬ありがたい。そうそう、そういえば団員じゃなかったからこういうことできなかったんですよね。はい、ヌメルゴンですね。ゾロアーク、呪いギツネポケモン。はい、ハリーマン。この間ハリーセンとかって言っちゃってましたけど、ハリーマンですね。はい、これからどうするんですか。あ、結構動けるな。いや、このまま行っちゃいます。いや、もう調査どころじゃない。この世界を救うために来たのだ。で、山頂に向かうっていう、あれだな。全体的に見て、ここっていうところで、岩の門、天眼山の頂でっていうサブミッションかな。はい。あ、じゃあ、ここでいいんだ。ここに行けばいいんだね。さあ、行こう。いや、飛んでいけるのかな。飛んでいくにはちょっと高さが足りないから、大ニューラ様に切り替えて登っていくしかないかな。なんだかんだ大ニューラ様がすごい大活躍ですよね。根塚スタイルね、いうところで。いやー、これ本当にクライマックスですね、これ。何かが降り注いでるようなエフェクトが出てきてますけども。よいしょ。あ、意外と近かった。こんなものか。それでも本当これで終わりとなっても全然ポケモンが捕まえられてないから、もしかしたらあれかな、なんか全部捕まえるっていうのは別のタイミングでやることになるんですかね。うわ、真っ暗、岩の門。ポケモンいたらやばいな、これ。一応ね、スーパー、あの、この間で、ハイパーボールが手に入りましたので、というか作れるようになりましたので、クラフトですね、しときましたっていう感じで。何捕まえることなんかわからないですからね。え、ムーベさん。おう、あんた息災でやったか。なんでムーベさんこんなところ。え、
芋づるてを休んで悪いの。芋餅を振る舞ってやりたいのに。何？電ボ組、食料補給の指揮を任せると言って、わしのような老骨まで使いおる。あれ、なんか目が前より年を取ってる感じの。あ、でも目を開けると可愛い。え？え？さて、使われついだだ。え？何？いやいや、まあまあ。さて、使われついでだ。あんたを始末するとしようか。はあ、意味不明です。何を言ってるんですか、ムグさん。わしは電木の懐刀でな。あやつの邪魔をするやつが現れたら始末する約束なのじゃ。マジか。お前、それにわしも安心して暮らせる新天地を欲しているのでな。ムベ、お前を、お前に何か感じると思ったが、まさかこれだったと。あんたもご存知の目隠し玉、これをこうじゃ。どうじゃ。え、そうするんじゃ。何？え、かっこいい。マジで？かがしさんみたいな。貴様が、え、これどっちの声で言ったらいいんだろう。ちょっとかっこいい系の、わからんけど。貴様がキングを沈めたと聞いて血が騒ぎ、心が震えたぞ。使いどころもなく衰えていた忍びの技。あ、でも一応じいちゃんはじいちゃんなのか。最後に振る舞う相手が現れよったと。マジか、ムベさん。え、ポケモン使うの？あ、使ってくるの？やっぱり銀河団、ちょっと怪しい組織だったな。ムーマージできたか。お、かっこいい。ムベさん、めちゃくちゃかっこいいじゃないか。やばいなぁ。ゴーストかな？ムーマージは。だから、今、先にやれるから、これで先にやってしまう。レベルが高いな。これで一発でいけるかな。あー、クソ、ちょっと残った。うわ、ずるい。満タンの薬はずるいぞ。やばい。どうしようかな。こっち行こう。よし、もう一回力だ。シャドーボールだ。オッケーっす。これでなんとか爆風一発目倒せました。サーナイト来た。早いぞ。サーナイトは早い。あ、よかった。あ、でも瞑想か。瞑想で。サーナイトは、うーわ、やられた。フェアリータイプだったかな。いやー、やばいな。いやいや、でもよし、ここでドラピオンの出番です。毒がありますからね。ただレベルをそんなに上げてないっていうところなんですよね。相性さえね合えばレベル差なんとか覆いますから。うおー、マジカルシャイン強い。一発か。この圧倒的戦力差、どうしたものか。エルレイド、次、その次が何か分からなくて、ゴーストフェアリーあたり来てるから、その辺のキャラクターで固まってるんだろうなと思うんですけどね。パニックだった。よし、これでいった。ちょっと近くで見てみようかな。ムベさん、かっこいい。ああ、大ニューラさんだ。まさかそっち側に。え、インファイト早い。今やれないか。今やれ、ああ、もうこれ以上いけない。これね、余計なことして申し訳ない。逃げるわけにはいかない。いや、そうだよね。大ニューラ様、
何が効くんだ。悪ワイルドボートで一旦よし。普通に電気は強いですよねやっぱりね。はい、最後は何で来る、何で来る。エルレイド来た。剣の前で攻撃力アップ。フェアリーポケモンは何が効くんだったかな。とりあえずこれでも相打ち覚悟でいくしかない。いけ、レントラワイルドボルトだ。あくそ、ちょっと残ったか。ここはもうこれね、交代も兼ねての感じでございますんで、さあ最後はギャラドスに締めていただきましょう。よし、格闘なんでね、飛行が大丈夫な感じ。最後カットできた。よし、これで OK ですね。よっしゃ、やばいな、レベルが足りてないな。決着でございます。お、聞いた。忍び道術も無用の時代となるか。どの辺が忍びの技だったのかわからんが、おめえ何にもしてねえよな、命令しかしてねえだろみたいな。くっそ、今持ちに毒でも盛られたらどうしようかと思ってたが、そこはちゃんとフェアに食べさせてくれてたんだね。さすがよの、勝てぬ相手を何度も狙うのは愚かな忍びのすることよ。ほう、え、マジで嘘。ムーゼさん、油断させといてってないよね。貴様のことはそれなりに気に入っておるのじゃ。はあ、そうだったのか。ポケモンをうまくたたわ、それでか、そういうことでか。ポケモンをうまく戦わせるからの。いいか、ダーウィン、ポケモンは恐ろしい生き物よ。拙者も、拙者とか言うんだ。拙者も電木も暴れ狂うポケモンに故郷を焼かれただけではなく、同胞が幾人も命を落とした。そんなに？それゆえ電木は安心して暮らせる新天地をここ翡翠地方に作ろうとしている。そのためならば強行手段も辞さぬだろう。そっか、ポケモンのいない世界がいいのか。もしもだ、時空の裂け目よりポケモンが現れたなら、電木は我を忘れるやもしれぬ。貴様の強さで助けてやれ。ムベさん、ちょっといい顔になってる。とびっきりの芋餅をたらふく食わせてやるからの。マジか。何、ちょっと最後いいキャラなってんの。影バラ、なんか大丈夫か、影バラして実はもう自害する気でしたみたいな。貴様の強さでだけした助けてやれ。ムベさん、こんなイケメンだったの、すげえな。これは騙されたな。こんなことってあんの本当に。いや、まあまあ早く行けっていうね、ごめんなさいね。いうところで、いやー、あ、しかも回復してくれてるムベさん。ムベさん実はそうか、いいお餅食わせてください。またいや、よく言ってもこちらを本当に殺そうとしなかったなっていうところですね。そう思うと、いやいやいやだな。っていうことはもう本当にいよいよか。で、え、っていうことは電木さんがこれ、おお、ウォロさんいた。いよいよですね。会話すればありませんか。うわ、めっちゃいろいろ売ってる。え、すっげえ売ってくれてるじゃん。あ、なんだ、ハイパーボールも売ってんじゃん。すごい、傷薬とか何でも直しもある。何、さ、試練の時全然売ってなかったのに。元気のかけら
かあった方がいいか、あ、14個あるからいいか。いよいよでございますね。赤いさん、赤い鎖持ってきたんだね。山頂の異変を止められるのはダーウィンさんしかいないよ。裂け目から見えたというポケモンの影とはおそらく神王様だろう。ほう、そうなのかな。だが電木の旦那に足止めされてよ。ん？何してんの？何してくれてんの？電木さん？何？別に、やっちゃいなよ。神王様がやってくるのに電木さんに足止めされているの、どういうことだろう。山頂にやってくるであろうポケモンの影とは、ああ、そっ、一緒か、一緒のセリフ。え、電木さん戦うことになるってこと？ガブリアス戦闘しよっか。何で来るんだか全然わかんない。うわ、デンスケさん、みんないる。うわ、何、鎧着てるじゃん。お前か、かっこいいな。そんなかっこいい甲冑、本気なんだな、電木さん。赤い鎖とやらで世界をつなぐと聞いた。つなぐとはつなぎ止める、正しい世界を維持することだろうが、本当に信じてよいのか？信じてください、信じてください。もう大丈夫でしょ、いいでしょ、信じ、いや、もう関さんちょっと黙っとけよ。もう今ちょっと考えてくれてたじゃないか。赤い鎖すらダーウィンの罠だというのか。俺は一緒にいたからわかるぜ。湖のポケモン3匹の試練をこなす、それすらも自作自演ならもう手はねえよ。うん、確かにそうだな。なんか甲冑に対してのあのモンスターボールがすごい違和感。だがおいそれと信じ、もしものことがあったとき、銀河団の皆に申し開きが立たぬ。そういうね、ちょっとリーダー的なところもあるんだな。だったら一緒にやれよ。旦那の代わりに俺が責任取るよ。え？どうすんだ関さん、何をするつもりだ。あい、わかった。何がわかった。これより先の事態にはお前と私より強いものが当たるとしよう。え？え？やっぱりやるのか。ダーウィンとそのポケモン、立ち会い、今日は真剣勝負だ。相撲じゃなかったらいきます。相撲ではちょっと増え、ちょっとね、こちらの方が、お、ヒゲがなびいてかっこいい。 OKOK、 投げ方がかっこいいな。ウォーグルかっていうことは、レントラで言ったらよかったか。ガブリアスピンチじゃないの、もしかして。これ地面だし、やっちゃったな。とりあえずこれでいきましょうか。普通力で押し切れそうな感じではありますよ。あ、引っ込めた。なぜ？あ、ちゃんと考えてる。フェアリーピンチやね。これはドラゴンポケモンはね、フェアリーがちょっと苦手で、一応ねこうやって見れたりしますけどもね、まあ、毒がいけますけども。ピクシーか、かわいいポケモン使うな、意外と。大地の力、よーし、意外と残るな。来るだろうな、フェアリードレインキス。いやー、回復もするし、いや、これダメだ、ちょっと変えとこう。
ドラピオンに変えておこう。一回、あ、でも残るかな。レベル差がちょっとピンチ。あ、よかった、オッケーオッケー。クロスポイズンで一発でいかないかな。いけ、クロスポイズンだ。力で押し切れ。よし、いけたいけたいけたっていう感じで、レベル差をなんとか。カビゴンか、出た、10万馬力。うわ、きつい。毒らせて一矢報いて交代、そのまま交代行こう。よし、体力がね、毒ならんか、強い。ノーマルポケモン格闘に弱かったかな。っていうことはエルレイドか。エルレイドはね、レベル7じゃなくて普通にいけると思うんですけどもね。一発でいっていきましょう。命中率上がるのかな、そういえば。力技、早技って。OK ですね、順調にいけてる。あー、でもそこでウォーグルか。しまったな、格闘が効かないのね。うわー、3回攻撃早い。で、格闘は飛行に弱いから。うーわ、いや、ここで、そうですね、レントラーさんですね。いやー、初期メンバーなんだかんだ強くなったよ。よし、雷で一発だ。命中率低いんでね、ちょっと心配ですけど、よし、大丈夫でしょう。地面以外だったら大体ね、なんとか対応できるんで。って言ってたらゴレオンだけど、なんかこう、もうなんかすっげえ狙われてる気がする。いや、ダメだこれな、強いな。でもこれであと1匹だもんね。どうしようかな、帰った方がいいかな。まあ変えとこうか。よし、ここはギャラドスね。あー、しまった、ここでやってしまった、ここでやってしまいました。うわあ、レントラーやばい、捨て身タックルされた。あ、大丈夫だった。このまま押し切ろうかな。早技で2回でいけないかな、これ。いけるいける、 OK。 このまま早技で押し切って、どうなる。うわあ、やばい、こっからの噛み砕く力技で相打ちだ。よーし、悪いレントラー、ありがとう。ああ、よかった、そういう時は大丈夫なんだ。カチャカチャ言ってる。私たちの性格、ちょっと、もうほんと電ボさん、そういうことになるのか、最終的には。私たちの生活を脅かすから、あ、脅かすならポケモンは排除せねばならぬのだ。そんなこと言うの、そんなこと言っちゃうのか。電ボさん、結構悲しいことあったんだな。まことの強者よな、電ボクさん。あら、え、おお、マジか。え、ちょっと泣きそう。ダーフィンよ、申し訳なかった、この通りだ、中心よりお詫びする。旦那、頭上げてください。今さらだが、銀河団のため、いや、神凪の民のため、神凪翡翠のポケモンのため、力を貸してくれ。はい、神凪、あ、この地方の人らかな。大丈夫だ旦那、赤い鎖がある。何が起こるか分かんないですけどね、まだ。うんうんって。いや、やばい、これでなんかえらいことになった時に
僕責任持てないよ。あ、ちゃんと痒くなってる。どうなんだろうこれ。いやー、なんかごめんなさいね、君たちのリーダーぶっ倒しちゃって。デンボクさん持って、デンスケさん来てやないですか。来てないやないですかい。なんだよ、いなかったと思ったらベリーラさんだけじゃないか。団長が神殿に向かわれたが、私たちに何かできるとは思えないね。いや、強端な方だ。こんなとこ、これが怪しし様とバサギリ様の、なるほどね。ああ、今までの、おお、ガチグマと、へえ、キングとクイーンたちがここにあるんですね。かっこいいな。あ、ちゃんと調べて中もこう見れるようになってる。おお、古代の英雄に従ったとされるポケモンと、あ、そうなんだ、今までのね。あ、なんか丸うまいんだっけ、すっげえ誇張されてる。お前そんなトゲトゲなかっただろ。まあまあいいやいいや。大仁浦様ウォーグルと、まあ、なんかこうやって見るとすっごいクレベース、なんかチャッチーなこれ。いやいやいや、言っちゃダメだそれはな。いよいよかな、関さん。時空の裂け目、あの向こう側どうなっているんだろうな。いや本当に、ダーウィンさんなら大丈夫、私は信じてるよ。3つの試練、カイさんと一緒に行ってよかったかもしれないな。なんかなんとなくですけど。デンボクさん、いよいよだな。いよいよだな。何が出てくるんだろう。アルセウス出てくるのかな。いよいよ赤い鎖の出番だね。早速使おうよ。待ってくれや。え？何かが頭に、いや、心に話しかけてくる。あ、そういう待ってくれやったよ。待ってくれやっていう感じだったのかな。しまった。ね？おお。赤い鎖、よく来た。人よ、我を捕まえてみよ。え、捕まえて、捕まえていいの？関、何を言い出してるの？マジで、捕まえろだって？神王様だ。神王様が俺に語りかけているぜ。神王様が捕まえろって言ってんの？赤い鎖、よく来た。人よ、我を捕まえてみよ。来たるべき戦いに備えて。来たるべき戦い、いや、一緒に戦ってくれたらいいじゃないですか。持っていけ。ハイパーボールを10個。天木さん、団長、ありがとうございます。ちょっと姿勢揃えた。いやー、来るのか。何が来るの？神王様？え、結局神王様って何なのかな。うわぁ、うわぁ、時空の裂け目から、うわぁ、なんかこれ見たことあるような雰囲気。お、これはディアルガ、ディアルガやないですか。ここで赤い鎖、何、どうなる、これで捕まえるの、捕まえた、え、これでゲットできる、そういうこと、そういう使い方のやつなの。聞かない、何、赤い鎖パリーンって、なんでなんで、使い方が悪かったの。捕まえよって
一応確認。あ、いけるんだ。どうしようかな。火炎放射で火傷させて。あれ、めちゃくちゃ効く。あ、急所になったのか。うわー、なんで大地の力を使うんだ。しかも2連撃で。うわ、どうすか。あ、地面効くんだ。でもどうすっかな。あと一発で倒してしまいそうなんだよな。ドラピオンの毒も効果なしだし、どうすっかな。これハイパーボールででもいけそうな気もしないでも、ね、ちょっと弱めのドラゴンクローでサクッと。よし、ちょうどいいぐらい。時の方向、やばいやばい。ああ、当たらなかった、よかった。よし、これでハイパーボールだ。これでいけんじゃないかな。いけるか。よし、一発。なんか入っちゃうと伝説感薄れるよね。なんかまあまあまあ、でもね、捕まえてみせました、なんとか。いやー、時の鎖とは一体。捕まえた、砕けた赤い鎖。湖の賛美のおかげ。え、そう、あ、正解だったんだ、あれで。使い方的には。へえ、砕けた赤い鎖、湖の3匹のおかげだね。さすがです、ダーウィン君。戦っている様子も捕獲の瞬間もきちんと見ましたよ。調査隊の誇りなのです。私の後輩です。僕の先輩です。翔ちゃんはもう本当にいい先輩だ。めちゃくちゃいい先輩。まただ、神様、いや、ディアルガ様が、あ、もう、心の中に語りかけていたから、正体が分かってるんですね。神様とディアルガ様はまた違うのか、じゃあ。いや、ディアルガ様が俺の心に話しかけて。次は何を。裂けた時空、こぼれた強い力。荒ぶる一匹やってくる。なんかかわいい、ちょっとかわいい言い方するな。人よ、我と共に戦え。ディアルガさん、もう一匹やと。急になんか、急に電木さん違う、かわいい、急にかわいくなった電木さん。だが赤い鎖は砕けた。いかにダーウィンといえど、もう一匹と相対するのは無理やろ。どこの出身の人なんだ。おー、こんな2連撃で来るとは。さっきディアルガだったから。あー、パルキアか。でっか、こんなにでかかったっけ。かっちょいいな、やっぱり。いやー、強さがある、強さにあふれてるよ。悪いな、悪いか。あ、電木さん、どうする、どうすれば。一旦逃げよう。おお、どうなる、どうなるの、これ。どうすることが正解なの。パルラブラワー、バルラバルラー、すげえ言い方だな。バルラバルラー、ちょっと言いたくなっちゃったから、もう一回。これなんかすごい関西弁になってる。もう一体の神王様が戦いになる前に退却や。ひげい、ひとまず山頂ベースまで戻るで。電福さん急に関西人になって。でも旦那、放っておけないよ。アホか、死んだら終わりやろうが。急に電福さん、こんなキャラだったの。もうみんな変わる、本当に。なんか一定のキャラがいない。
お前も早さらんか。なんか電牧さんどうした、我忘れすぎだろ。あ、普通に帰ってきた、普通に帰ってきたぞ。テコテコ帰ってきた。なんとも言えない圧力、さすがに調査は無理ですね。それにしてもダーウィン君、よくあの場に立っていられましたね。裂け目から放出されるエネルギー、あれが不思議な雷としてあふれ、キングたちを荒ぶらせていたのでは？なのかな。でもリアルガとパルキアってでもなんか対の感じなんで、一匹でそんな強いって感じじゃないと思うんだけど。まさか神王様が2匹いるとはな、たまげたぜ。金剛団、真珠団ともに間違ってなかったってことよな。まあいいです、プラスで考えたそうですね。心よりお詫びする。平成を取り戻したか、電牧さん。心よりお詫びする。席に帰っ。ダーウィンを信じた、そなたたちの目が正しかった。そしてダーウィン、私の身勝手な一存で銀河団を追われ、ただならぬ苦労をさせたというのに、よくぞし。もう助けたことになってんの？いいのこれで。まあまあちょっと早いけど、よくぞ翡翠地方のみんなを助けてくれた。はい、何でもやりますよ、もう何でもやります。帰る場所もねえし、まあ時空の裂け目をほっとくわけにもいかねえし、電牧さんも何やら事情があるようだからね。関西出身っぽいからね、なんか関西地方いろいろあったのかな。あのボス、神王神殿の件で作る。いいね、余韻に浸るよりも目の前の事実と向き合う、まさに学者先生って感じだよな。頼もしいの。ダーウィンの影響か、ミダがたくましく変わっていく。よかったな、あんたでなければあのような異変に立ち向かえねえよ。すげえ上げてくれる、すごいテンション上がる。こっち何が良かっただバカ、どうやって戦う、赤い鎖は砕けたんだよ。てかパルキアはこの間は何をしてるんだろう。うわーって言ってるから、パルキラーって言ってるだけなのかな。落ち着けや、そのことだけどよ、ディアルガ様が教えてくれたぜ。ディアルガってさっきのポケモン？ああそういう名前らしい。こんなことを伝えてくれたぜ。ご都合な展開でとても嬉しいですね。宇宙の始まりの石、赤い鎖、人が作るし器、それらを合わせ乱れし空間を収めよう。ははあ、ディアルガ様と共に神殿に向かえってな。赤い鎖はあるよ、砕けたけれどかけらを集めておいたの。余裕だな、あんな一大事の時に。人が作るし器とはモンスターボールのことですね。おお、学者先生さすがだな。それしかねえよな。だがよ、宇宙始まりの石ってなんだ。宇宙始まりの石、本当に石のことなのかな。ストーンの石、キクイならわかるかも。キクイ結構物知りなんだな。鉱物への理解が深くていつも鉱山資源の採掘を行っているし。そうだったのか。なるほど、それは心強い。してラベン博士、何か思い当たることは？
そうです、ダーウィン君。怪しい人から受け取ったプレートにメッセージが刻まれていると、ウォルさんがおっしゃっていました。お借りしてもいいですか？はい。いっぱいあります。パンパンに持ってます。もう渡したのかな？これです。第一のプレートに刻まれた宇宙生まれし時、そのかけらプレートとする。これがヒントとなるんです。すげえ推察するな。どういうこと？プレートに似た性質の石を探すのです。しかもキクイ君はウォロさんに頼まれ、そうした石のありかに心当たりがあるとか。ウォロさん根回しが効きすぎだな。ウォロさん本当何者だろう。お、そういやウォロのやつ、金剛集落でもプレートについて聞き回っていたことがあったな。怪しい。なんとかなりそうだね。ウォロさん本当目的がわからんな。では宇宙始まりの石、名付けてオリジン鉱石を探すのです。ほう、まだ続きがあったか。ラストバトルだと思っておったが。カイ、助けを頼めるか。いい顔するな。もちろん、キクイを山頂ベースに呼ぶね。いやでもノンストップはノンストップだなこれ。あ、椿か。どれだけ待てと癖、どれだけ待てと暮らせどお招きはないのですからね。椿自ら馳せ参じましたよ。うぜえ、うぜえな兄貴。椿にも役目をくれよ。本当に口調が言ってじゃないんだよな。リーダーと呼べ、リーダーと。関さんぐらいかな、意外と一定のキャラ保ってるの。じゃあリーダー、椿にも役目をよこせよ、役目を。であれば応援してろ。他のキャプテンはキングを世話したり集落の皆を落ち着かせているぜ、落ち着かせているぜ。兄貴はバカだな。人には向き不向きがあるのだよ。あなた腰抜けではなかったのだな。うぜえな本当に。褒美を持っていきたまえ。いわゆる椿なりの激励。言うなれば椿賞と言っていいね。なんだろう、スイートトリュフ。なんだ急に。各種道具の材料となる。急に、なんだ、どうした。お、キクイ君。キクイだよ。いつも不機嫌そうな顔してる。もう椿口悪いな本当。似合わない帽子に似合わない大事なお役目、椿気に入らないね。七つの鉱石は大事な財産、それに早くから目をつけていた。俺が大事な場面で働くのも当然。文句があるのでしたら馬鹿切りと勝負するかね。そちらの丸っこいので。丸マインと丸マインとやり合うの。はあ、丸マインをぐるん放電させますよ。しびれさせますよ。椿うるせえな。真珠団と仲良くしてくれや。一大事なんだよ一大事。マジでマジで。バルキアどうなってんの本当今の間。なんだよ兄貴。神王様じゃなくてディアルガ様の言葉を聞いたって集落じゃ大騒ぎだぜ。噂が通るの早すぎだよ。広まりすぎだろこれ。田舎の習性か。もっと堂々すればいいのでは。キクイ頼むぜ。合点。では
太古の洞に行くとするかね。はい。あ、そうか、これでオリジン鉱石。はい、というところでラストバトルかと思いきやもう一段階ありましたね。はい、ということはこれでいよいよ次でパルキアゲットみたいな感じなんですかね。ということはアルセウスはその次なのかな、ちょっとわからないんですけども、はい、今回はこれで終了したいと思います。次回いよいよオリジン鉱石取ってでパルキアゲットみたいなところですかね、またご視聴いただければと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。